名古屋市総合体育館の内部2005年プライド武士道その8開催時名古屋市総合体育館は愛知県名古屋市南区東又米町にある屋内総合体育施設大規模アリーナプールスケートリンク会議場の3つの施設で構成される施設命名権契約により2007年4月1日から愛称を日本外資スポーツプラザとしている 定人名古屋工場の跡地に建設され、1987年7月19日に開館した。総合体育館は、アマチュアプロスポーツだけでなく、国内外の著名アーティストによる、コンサート、商品展示会などの見本紙などが開催される、日本外資ホールをはじめ、各種スポーツ向けの競技場、競技用プール、飛び込み台を有する日本外資アリーナ、温水プール、 球道場などの施設があり、これらを総称する施設全体の名称である。年間170万人の利用者がある。旧名、レインボーの由来は1982年に策定された名古屋市スポーツ振興計画の愛称がレインボープランであったことにあり、名古屋市のスポーツ振興の象徴として故障されてきた。なお、名古屋市内には名称が似ている。 名古屋市体育館が存在しているが、こちらは厚田区に所在する。2017年には開館から30年を迎え、それに関連するイベントなども行われたが、施設の老朽化に伴う改修工事のために、 日本外資ホールは2019年1月21日から2020年7月19日まで、日本外資フォーラムは2019年1月21日から2020年4月10日まで休館することとなった。日本外資ホールは NASA のアポロ計画で使用されたプログラムが導入され、600時間を費やした緻密な計算の中、設計が行われたものである。そのため、 直径100メートルの深淵ドーム構造を持ち2秒という短い残響時間が特徴。2007年3月15日、名古屋市に本社を持つ日本外資が地域貢献と社名の普及を目的に命名権を獲得。同年4月1日から全施設の総称が日本外資スポーツプラザとなり、合わせて主要施設の名称も変更されている。契約は5年契約。 1> 年1億2000万円。初回の取得以降は2012年と2017年の5年ごとに同内容の契約で期間を更新し、最新では2022年3月31日まで交わされている。日本外資による命名権の取得後からしばらくは、コンサートのプロモーターなどが日本外資ホールなどと取得前の名称と合わせて表記していたが、現在では、 日本外資ホールの単独表記が一般的となっている。名古屋カサデラワシントンホテルプラザが名古屋市道名古屋環状線を挟んで隣接する。スーパー戦闘、ユートピアだから24時間営業 ANA、クラウンプラザホテルグランコート、名古屋なども金山総合駅から10分以内でアクセスできる距離である。ありがとうございます。